イニシエのドラゴンを倒すためには残り一つのタリスマンが必要だ。ゲートを開くのに必要だったのはそのルーンだ。特殊な3つのルーンは反応し、空間は幻の大地へとつながった。ここはかつて北部の帝国の侵攻で廃墟となった旧王都だ。今ではドラゴンやワイバーンが巣くう危険な場所と化している。突然隠れ家に踏み込まれたトム・ティットは慌てたが、この廃墟にはさて君たちは。辺りには硫黄の匂いが漂い、地鳴りのようないびきが聞こえる。覚悟を決めたら進みたまえ。レッドドラゴンはすぐそこだ。
レッドドラゴンが眠りから目覚めた。火炎のブレスが来るぞ。盾を構えろ。火炎のブレスが来るぞ。盾を構えろ。火炎のブレスが来るぞ。盾を構えろ。最強と謳われるレッドドラゴンを打ち倒した。どんな流れ者であろうと、君たちの名を軽んじる者はもういまい。さあ、胸を張って称号を受け取れ、新たなドラゴンスレイヤーよ。日が沈み、君たちは焚き火を囲んだ。明日に備え、しっかりと腹を満たしてくれ。おお、皿を舐めるほどのうまさだ。次、
食事を終えた君は体を休めるため横になった。明日もまた危険な冒険が待っている。かつて魔法使いたちが憧れ英知の聖域とされた魔法使いの塔は王国の衰退を望む反乱勢力に占拠され、今や邪悪の象徴として恐れられた。君たちは暗い部屋の自由に、さて幹部の魔術師は君たちの気配を察して姿を隠した後だった。本棚からの貸し出しは2冊までと張り紙に書かれている。
溶岩が生き物のように襲ってくる。魔法の絨毯が燃えないようにうまく操れ。君たちは魔術教団モルネオンの魔術師を倒し、魔法使いの塔を解放した。だがこれも幹部一人を倒したに過ぎない。迷いの森は来た道を見失うほどに同じような森林がどこまでも続く。森から出る道を知るのはこの森に隠れ住む忍者だけだと言われている。異様な気配に森を抜け、さて君たち、君たちは忍者に教わったように地底湖を船で行く。この水路を行くのが迷いの森を迷わず抜ける安全な道だそうだ。
渦に飲まれれば船は粉々になってしまうだろう。うまく渦を避けろ。蹴散らしてくれるわ。ゲイザーの一つ目に見つめられれば魔法は全てかき消えてしまう。君たちは異次元から来た魔法生物ゲイザーを倒すことができた。安全な道だと言われたが、
これほど危険な道もそうあるものではない。海岸の裂け目から続く洞窟は内部が広く、まるでもう一つの海のようだ。この辺りは船乗りが恐れる海域で、多くの船が消息を絶っている。君たちは海、彼女はさて、君、人魚の話ではここは島々に散らばる海賊たちの交易の拠点でもあるようだ。財宝の中には魔人を呼び出す魔法のランプといった珍しい品もあるらしい。Thank you.
待ち伏せだ。君たちの動きは海賊に察知されていた。海賊の隠れ家だ。奴らが襲ってくるぞ。海賊の手にあるのは魔法の弾。奪い取らねばまずいことになる。海賊がリニーを呼び出した。ランプを海賊の手から奪い取れ。海賊がリニーを呼び出した。ランプを海賊の手から奪い取れ。
ランプを取られるな。魔法のランプは願いを叶え終えてどこかへ飛んで行ってしまったようだ。残りの海賊も恐れをなして逃げ出した。日が沈み、君たちは焚き火を囲んだ。明日に備え、しっかりと腹を満たしてくれ。おお、食事を終えた君は体を休める。渓谷に築かれた地下要塞は現在多くの軍勢の制圧下にある。この国境の要衝を奪い返すため北欧軍の激しい攻撃が続いている。君たちが踏み入ったのは敵軍の台所だ。取ったどうやら腹、さて難攻不落のガーゴイル門に突撃した国王軍は多くの犠牲を出している。君たちは国王軍と共に戦い、その門の突破を試みることにした。
君たちは両軍の砲弾が飛び交う激戦地に足を踏み入れた。この先にあるのが悪名高きガーゴイル門だ。強固な門は大砲でなければ破壊できない。国王軍の大砲を使え。破壊される前に砲弾を食らわせてやれ。鉄壁のガーゴイルゲートに亀裂が入った。壊されたがまだ諦めるな。国王軍は次の大砲の準備を始めた。
地下要塞の重要な門を制した君たちを国王軍の兵らは称賛した。要塞奪回まで戦いはまだ続くが、君たちが手伝えるのはここまでだ。君たちは紫のタリスマン、君はルカインに教えられたルーンを覚えているだろうか。どこかに刻まれた特別なルーンが幻の大地へのルーンゲートを開く。迷える者よ、何の用かな。新たな脈、新たな脈、安らかなる眠りを。
いらっしゃい。どれにするの？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 君はもうこのルーンを見つけられただろうか？どれにするんじゃ？ゲートを開くのに必要だったのはそのルーンだ。特殊な3つのルーンは反応し、空間は幻の大地へとつながった。君は幻の大地へと踏み込んだ。この場所には女神の力が及ばない。つまり今の君たちに復活の奇跡は起こらないということだ。9つのタリスマンが君の手の中で共鳴している。イニシエのドラゴンはもはや不死身の肉体ではない。
のブレスは全てを焼き焦がす。身を隠せ。熱のブレスは全てを焼き焦がす。身を隠せ。熱のブレスは全てを焼き焦がす。逃げ場はない。パーティーは全滅した。
この地下迷宮は魔法使いウォレスが一夜にして作り上げたものだ。罠と魔物だらけの迷宮の奥には巨人族が囚われていると言われている。罠が作動し、魔法の力で扉は閉じられた。スライムは炎に弱い。壁の松明が使えそうだ。どこかで金属の落ちる音がした。扉を開くための魔法の鍵を手に入れた。気をつけろ。突然一匹彼の管理する。さて、この通路の先に研究室への扉がある。研究室が悪用されたことで、実験中の魔法が暴走し、生態系を狂わせている。菌類の森が国中に広がるのを防ぐには、増殖した変異生物の駆除が必要だ。敵か。
サナギになろうとしている。羽化する前に始末しなければ。君たちは異常増殖を続けるドゥームビートルのコロニーを一掃した。胞子を拡散する変異生物らの減少で菌類神々の時代、人々は聖域に神々の世界を目指す巨大な塔を築こうと試みた。だがその傲慢さに神は怒り、都市もろとも滅ぼされたと言われている。君たちは何も…さて、君たちは…悪魔の王の復活を阻むため、君たちはその儀式を直接止めることを決めた。魔界への干渉のため地震が起こり、遺跡が崩れ始めている。儀式はこの先だ。君たちが見つけた魔法陣は、おそらく儀式に使われているものだ。
不用意に魔法陣に触れた瞬間、君たちは魔界へと飛ばされた。悪魔の王が戒めを解いて逃れようともがいている。力を封じられた今ならばまだ悪魔の王を退けられるかもしれない。悪魔の王は最後に呪いの言葉を君に浴びせ、戒めの底へと沈んだ。悪魔のうちで最も恐れられる上位階級のデーモンが君たちを追って現れた。でも悪魔の王に次いで上級のアークデーモンを倒した。君の名は救済者として寺院で永久に保管される書物に書き足されるだろう。ここはかつて北部の帝国の侵攻で廃墟となった旧王都だ。今ではドラゴンやワイバーンが住む危険な場所と化している。
突然隠れがこの廃墟。さて君たちは、あたりには硫黄の匂いが漂い、地鳴りのようないびきが聞こえる。覚悟を決めたら進みたまえ。レッドドラゴンはすぐそこだ。レッドドラゴンが眠りから目覚めた。この部屋は狭く、君たちには不利だ。右の扉から脱出できるぞ。火炎のブレスが来るぞ。盾を構えろ。火炎のブレスが来るぞ。盾を構えろ。君たちは最強と謳われるレッドドラゴンを打ち倒した。どんな流れ者であろうと、君たちの名を軽んじる者はもういまい。日が沈み、君たちは焚き火を囲んだ。明日に備え、しっかりと腹を満たしてくれ。よし。
食事を終えた君は体を休めるため横になった。明日もまた危険な冒険が待っている。かつて魔法使いたちが憧れ英知の聖域とされた魔法使いの塔は王国いらっしゃい。どれにするの？依頼が来ている。
迷えるものよ。何の用かな。新たな脈動。新たな脈動は。新たな脈動。安らかなる眠りを。君はルカインに教えられたルーンを。ゲートを開くのに必要だったのはそのルーンだ。特殊な3つのルーンは反応し、空間は幻の大地へとつながった。君は幻の大地へと踏み込んだ。この場所には女神の力が及ばない。つまり今の君たちに復活の奇跡は起こらないということだ。9つのタリスマンが君の手の中で共鳴している。イニシエのドラゴンはもはや不死身の肉体ではない。
グレスは全てを焼き焦がす。身を隠せ。古のドラゴンは雲を割って墜落し大地を揺らした。身を横たえたドラゴンは封印されていた元の姿へと戻っていく。不死のドラゴンは石の中で再び長い眠りについた。おめでとう、君はその手で神話のドラゴンを打ち倒したのだ。化石となった古のドラゴンの傍らにドラゴンズクラウンが落ちていた。この王冠が悪魔の力も消え去った今、これは支配の力などないただの王冠だ。だが、君はひざまずいて新たな女王ビビアンにドラゴンズクラウンを献上した。エリシア王の冠はその血を受け継ぐ。王爵と宝珠、それに加え伝説的なエリシアの王冠が揃った今、もはや何者も彼女の王位継承に、そしてこの王国の平和を脅かす全ての勢力にとって、ドラゴンズクラウンは畏怖の対象。ドラゴンズクラウンに伝説の力はない。だが王国には古のドラゴンをものともしない者がいる。ビビアン女王は心から感謝と敬意を表し、しかしいついかなる時も女王のために働こうと君は誓った。一つの偉業を成し遂げ英雄となった君は、多くの兵士に敬礼されながら
王城を後に王門を抜けた。後に女王の統治するハイドランドは領土を取り返し強国として栄えたと後世に伝えられている。そしてドラゴンズクラウンにまつわる物語はこれでひとまず幕を閉じる。だがこれが長い英雄譚の始まりに。歴史の研究者によれば、当時君をドラゴンを倒した英雄として知る者は少なかった。君が自分からは決して、その君の名が偉大な功績と結びつけられたのは、王国の歴史を綴る伝記の古のドラゴンを倒した戦士について。伝記にはその後君が各地で様々な偉業を成し遂げたと記されている。冒険の節目には必ずこの国に戻り、その時に君が語ったという天空に浮いた大陸の話や世界を滅ぼしかねなかった一つの指輪の物語などは民話となって、今弱い70を超え海の彼方へと船出したのが記録に残る君の最後の冒険だが、半世紀を経た後でも君はいずれ戻ると信じる。Thank you.
何気なく見上げた女神像がどことなくいつもと違うのに君は気づいた。驚いたことに女神、君が女神像に手を触れると突然頭の中に女神アルテナの声が響いた。彼女の力を奪ったドラゴンを倒したことで女神は君の活躍を称え、そして恐るべき真相を明かした。古のドラゴンはあれだけではなかった。女神アルテナは君に女神ジュラと女神ベルナスも救い出すように願った。三人の女神が揃えば封印は強まり、そうなれば古のドラゴンたちがいくら力を取り戻そうとも幻の大地から出ることができなくなる。まず君は女神ジュラの力を奪う古のドラゴンを倒し、彼女、そして再び9つのタリスマンを集める必要がある。見つけ出せるのは魔法が解け古のドラゴンが復活を始めて随分と時間が経っている。君が倒したドラゴンより次、女神ジュラの力を奪う古のドラゴンを倒し、彼女を救い出さねばならない。それには再び9つのタリスマンを集める必要がある。いらっしゃい。どれにするの？